ちゃった。初めて3人。ね。ね。お邪魔します。はい、よろしくお願いします。前回続き、今回も着物ということで。はい、めっちゃ似合う、くっちゃん、ね。ありがとう。色気を感じるね。ねえ、ねえ、大人の雪できた。できた。できた。キュキュ、いつもだったの。今日はね、そう、初めてこの色。ピンク。ピンク。ピンク。可愛いね。ピンク似合うからさ、嬉しい、ありがとう。なかなか着ないよ。メイクもピンク。そう、メイクもピンクにしてもらった。ありがとう。着物は着ますか？着物はね、あんま着ないけど、撮影で？あ、撮影で普段って着ないよね。なかなか、そう、着付けが自分じゃ着物はできないから、浴衣ならできるのできるけど、うん、え、自分で自分をやるやるやる。すごい。教えてほしい。なんで？なんかね、YouTube？ あ、YouTube も見るよ。見るし、あとちっちゃい時からお母さんが着付けができたから、それで覚えてる。すごい。教えてもらった。教えてもらった。いいね。料理作る人？料理も作るよ。いや、ご結婚されてるんで作りますよ。美味しそう、料理。どうだろう。でも作るのが好き。どんなの作るの？最近は、昨日はなんかね、茄子の煮付けみたいなの作ったりする。昨日、うん、来るよ。タイムリー。料理する？する。え、嘘だ。私する。嘘、絶対嘘。って言うじゃん。ユラとかに作る。友達にユラって子がいるんだけど、ユラんち行って、うん、豚肉の黒胡椒バター炒め。はい、いいじゃん、美味しいね。作るんだ。作る。ドライカレーとか作る。あ、いいじゃん。茄子の中肉詰め。うん、そうそう、あ、茄子じゃない。ピーマンの肉詰め。ハンバーグ作る。できる女子じゃん。女子じゃん、ね、そう。20代超えると、うん、なんか、なんだっけ、男の人は腹、うん、腹で射止められる。あれ、胃袋をつかむ的な。そう胃袋をつかめば簡単だよ。いや、それ本当だと思うんだよね。そうなんだ。簡単かもわかんないそれどっからし、え、なんか言われた大人の人に俺にこれからも味噌汁を作り続けてくれみたいな言われる。言われんじゃん。言われるのかな。え、言われた？言われない。言われない。言われないらしいっす。レオコは恋愛してる感じがないけど、イメージない。恋愛人間だよね、結構。あ、そう。かなり。あ、本当。意外。なんかマナには結構言ってるけど、うんうん、他の人にはあんま言ってない。あんま出さないよね。出さないようにしてる。なんか人に依存する人。あ、そうなんだ。あの、男の人じゃなくても。うん、女の人とも、すごい依存するタイプ。あ、でも人懐っこいよね。うん、でも多分、うん、本当にごく一部の人じゃないと思う。あ、でもそれでいいと思う、うん、なんかみんなには多分あんまりいけないかも。はいはい、いいんじゃない、こういう中で。それはマナちゃんだからね。うん、そう、うん、そう感じてるだけで、うん、ガーって入ってくる、うん、マナの時はすごい早かった。あ、本当にマナは早かったよね。早かった。何で初対面？なんか雑誌の撮影で一回一緒になってロケバスで出会って、お互い知らなくて、次の日、違うすぐ近くの日に違う雑誌の撮影で代々木公園で迷ってて、であっちだと一緒に行こうみたいになって、端から端まで歩いたんだよ。そう、とりあえず一周したの。迷った、見つからないから。そう、反対だったの。なんかさ、すごい広いじゃん、裏側だったの、ロケバスの間違えたのね。でもうちらいるのこっちで、そうやってずっと歩いてたら、なんかその時に、ルコマナ好きだわって、うん、面白かった。あ、そうなんだ。なんかあまりにも無関心なの、私に。うん、そう、うん、そうなんだみたいな。やばいね。笑ってねえな、こいつ。それはすごい好きだった。うん、まあ、気使わなくていいんだ。うん、そうなの。気を使わない人が本当に好き。でもそれをさ、最初で分かったっていうか、すごくなって。なんだろうね、なんか。でもじゃこういう人だから、うん、そんなグイグイ来る人いない。はい、はい、うちが無関心すぎて、うん、意外とサバサバ系なの、ハナちゃんは。サッパサバしてる。サッパサバしてる。さっぱり。恋愛も、うん、どう？サバサバ。あ、私からしたら。そうかも。なんか、あんまりね、興味ない。興味ない？え、なんかわかんない。なんか恋愛中心に生活しない。うん、してない。あ、そうなんだ。多分すっごい好きな人と付き合えない。不安すぎて、あ、ネガティブになっちゃうから、だからちょうどいい人が、そんな興味ない人と付き合えて、
そんな興味ない人と付き合う、なんか居心地が親友みたいな人が多分ちょうどいいんだけど、結婚タイプ、結婚タイプもでも恋愛するならいいんじゃない、なんかさ、ね、依存しちゃうと苦しいじゃん、私ルーコと似てると思う、あ、そうなんだ、こうなっちゃうの、すぐ、今の人も、今の人はそうだね、最初は逆転してたの、あ、違う、そう、こうに、うん、いいねいいねってしてきてくれて、で私もちょっとずつちょっとずつ好きになってたんだけど、うん、今もすごい、あ、そうなんだ、旦那様大好き、へぇ、幸せ、旦那様大好きっていいね、本当に彼氏じゃなくてさ、旦那様んだよ、恥ずかしい、なんだよ、んだよ、そうなんだよ、女子校だったってのもあるみたい、女子校なんだ、中学からずっと女子校、中高、大学は、大学も10年間女子校だった、大学もだったんだ、あれは本当に男の子の友達いない、それはね、マジで、それはそうだね、さっぱりしてそうだね、女子校、うん、5人ぐらいしかいないかも、友達いると男の子、女子校の想像がつかない、そう、楽しいよ、楽しそう、女子校の方がみんなさっぱりして、ね、いざこざがなさそう、男の方を巡ってる、あ、巡ってる、殿方の巡り合い、はい、そんなんあった、あったあった、そんな癖はそう、すごいあった、すごい嫌だった、へぇ、ちょっと喋っただけで好きなのみたいな、あ、そうなんだ、好きじゃないですすいません、漫画じゃん、ね、呼び出しとかある、呼び出しはなかったけど、うんうん、関わんないで、私好きなんだよね、私好きなんだよねっていうのはすごい言われた、そうだね、あったね、なんていうの、え、かぶったら嫌じゃない、好きな人かぶったらどうする、かぶったら、かぶったことないな、どうするの、え、じゃもしかぶったら譲る、うん、譲んないでしょ、譲る、譲る、譲ってしまう、え、待って、だって自分が分かんないな、最初ちょっと気になるぐらいだったら、うん、早めにキャッて引いちゃうけど、うんうん、もしすごいもう好きで挨拶だけでもできたら幸せみたいな人を、うん、ちょっと私好きなんだよねって、その子が自分の中で大切な子だったら、うん、それは両手譲る、どうぞって言っちゃう、ね、全然、そうね、なんか全然知らない子だったり、知らない子でも譲るかも、譲るんだ、知らない子でも、うん、結構譲る、そうか、知らない子だよ、うん、なんでだろうね、なんか嫌なんだよね、あ、争いが嫌いなの、まあ争いは嫌だけど、まあでも私ベストを尽くしたい派だから、とりあえずやることはやる、え、アタックするの、アタックする方、え、どうやってするの、結構ストレートに言うよ、うん、なんか好きとかじゃないけど、ご飯行きたかったらご飯行きたいって言うし、遊びたかったら、甘え上手、ね、そういう方が嬉しいのかもしれない、そう、でもそういう風に言っちゃう、ストレート、男子はそういうの嬉しそう、嬉しいと思う、うちらも嬉しくない、直接に行こうよとか、聞いてほしくねえ、ちょっと頑張ってくれ、ね、しくね、そうそうそう、ご飯行こう、遠回りにさ、友達にさ、うん、ちょっと行きたいって言われてたよみたいなのよりは、うん、本人にそう言ってほしいかもしれない、2人は結婚願望ある、え、でも全然30とかでまだ若いもんね、うん、まだ全然、確かにそこまではない？急だったからすごくびっくりした、え、めっちゃびっくりしたあのね、ほとんどね、みんなに言ってなかった、言ってないよね、そう、で、ツイッターで知って、そう、私も私もインスタ、インスタ、インスタ、そう、SNS で今年の1月に結婚しましたって、うん、しましたでしたもんね、そう、しましたでした、びっくりした、そうなの、結構急だった、え、なんで結婚してなったの、ね、なんだろうな、なんかすぐ結婚したいと思ってなかったんだけど、うん、でも旦那さんがいて、あ、この人となら一緒にずっといたいなって思った、そのタイミングかな、結構タイミングが早かったのと2人ともそう思ってたから、じゃあ結婚しようか、できるよかって、え、年上、年上の人よ、旦那、今日どうでしたか、今日はまだ話し足りない、ね、なんかまだ序盤、ね、いけるよね、うん、ちょっともっと話したいんで、ご飯行きませんか、あ、そうしましょう、延長線上ピザでしょ、いや、でもなんかピザの気分じゃない、なんだよ